やどどまってたぞ芝居のりょうちゃんぞいろいろぞ虫眼鏡だ雪山人間ボーリングよいしょ今回ですね、こちらの雪山にやってきました。はい、皆さん、ゾウブというもの知ってますか？いや、知らない知らないな。ゾウブというのはね、あのあー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 やべー風あー来た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 大丈夫これやばいねすごい重すぎでっかめちゃくちゃ扱いづらそうあれね、空気がね、パンパンに詰まった人間が入れる、まあ、ボールなわけですよ。はい、今回はあれに入りまして、ゲレンデからですね、こうゴロ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 と転がり落ちてボーリングをするというのね、人間ボーリングでございます。もう簡単に言わないで、死ぬって誰かここ、怪我するんだって、うん、ここはスタート位置、はい、で、後ろがこう下ってって、その先にあるあちらのピンすごいんだよねアホじゃん、あれ大きさはあれなんか、いつもの感覚だと普通ぐらいのサイズに見えるんですけど、なんとあれ3メートルの巨大ピンでけぇー3メートルってことはりょうくんと同じぐらいの違う違う違う、まあ、大体こんなもんの虫眼鏡2人分だってそれは本当なのかやめろよゾウブは雪の上ではなく、丘などの斜面を転がり落ちて楽しむアトラクション。今回は積雪量日本一を誇る滋賀県のスキー場グランスノー奥伊吹のゲレンデをお借りして巨大ボーリングの玉として乱暴に扱うのだが、ふかふかの雪の上なら大丈夫のはず。ゲレンデの下にはボーリングピンが設置され、3メートルの巨大ピンを倒すと1本につき2点、通常サイズのピンを倒すと1本につき1点をゲット。今回3-3の2チームに分かれまして競技をしていくんですけど、はい、まあ、1人が入る、2人サポートという感じでやっていって、まあ、各チーム3投ですね、それでスコアを、合計スコアを競っていきます、はい、で敗北したチームにはですね、雪山罰ゲームが待っております。お文系チームと理系チームに分かれてボーリングバトル。負けたチームには超過酷な罰ゲームが待っています。雪山といえば都市人がいますからね。ちょっとかなわないね、都市人には。雪といえば都市人だから。いや本当そのキャラが付き始めたら俺いよいよ本当にね、あの危険なんだよ、ね。よくないキャラが付き始めた。毎回脱がんとか。雪山とあれなんだから俺男にしてんだからですけどって。勝手にすんなお前。ということで文系チーム最初にゾウブに乗るのは。じゃあ俺一番行くわじゃあ。ああなるほど。まあ、シンプルにね、あの全部でかいやつは倒していてほしいわ。雪山の男、トシミツ、今回も男を挙げられるか。うわ、すごい。あ、すごいよ。あ、面白っぽ。うわ、怖いな。そう、なんか はい、昔思い出すわ。え、昔やってたの、うん、こんなような遊具やらんかった。こんなような遊具、ちょっとおい、なんとかしろよ、自分たちのチームなんだから中入ったら急に調子悪くなっちゃったちょっと怖い怖い、あ、そうなんだ。うん、無事大丈夫？大丈夫だよ。いけそう？いけるよ。いや、これいいスコア出されるとちょっとね、緊張しちゃいますかね、高校は。そうだね、トシミツが多分一番上手いと思うけどね、ラフリーの中でいよいよ、いきますよ。はい、いや、行きましょうよ。最初全部倒しちゃうから俺、うんうんうん、で、風ちょっと吹いてるんで、風読んでいこう、風読んでいこう。じゃあ行きますか。はい、よし、一投目、行きます。せーの、おお、いけいけいけ。え、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え、あ、ちょっと待って、走れー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 、あー、すごい、すごい、うわー、あ、止まって、アーム、ゴブロ、ゴブロ、走った。あ、やばいやばい、このゴブロ走った、中乗った見てる、ゴープロが当たる、いって、あ、もう置いてきた、ゴープロが当たる、いった痛い、危ない、来た、やばいやばい、危ない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 、危ない、あ、当てろー、いけー、右右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 右、あれ、ゼロゼロ本スルーされた、れ G がついたな2投目ないからね、このボーリング、あれちょっと
よいしょ。あれあれ何本何やってんのよ。何本倒れた。それはそれはものの見事な回避じゃった。右からグイーンって言って左に避けてた。 あれでも一回マジで出そうになってたよね、穴から。ケツ出たよね。出たし、GoPro 出たし。GoPro 転がってたんだよ。で、何よりも多分としみつは GoPro の心配をしてた。取れたー GoPro だーゼロか。ゼロはまずいよ。ガーターってことですか。ガーターですよ、うん、このボーリングに関してガーター一番ダメだからね。3分の1ガーターよ。なんかさーって滑っちゃうんだよね。ピン直前で左に曲がってしまい、雪山の男としみつまさかのガーター。男を上げることなく即終了。文系チーム1投目は0点。不穏な幕開けとなってしまった。いやこれでかいですよ、この0本は、うん、ただむずいと思うよこれは。ちょっとね0-0だと動画的にも良くないんで、はい、やっぱ見してほしいですね。そうだね。じゃあ理系どうします、誰が行きます。ぬっさんじゃないよな。俺か。量で景気づける。できそう。じゃあ僕が行きます。はい、まあちょっと出し惜しみせずにエースを切っていきますよ。よし、確実に当てていきます。うん、自信のほどありますか。自信はでも年水見た感じなくなりましたけど。やる前いけそうだったのに、あれ見たら。あんなむずいんだっていう。行ってきます。いらっしゃい。いらっしゃい。東海オンエアのパーフェクトヒューマンことリョウ、初得点ゲットなるか。いやちっちゃいな、中中狭いです。狭そうですね。狭いっす。これだから身長高い人は。本当だよ、極つぶしなんだから。これは不利だな。なるほど。しかし慣れてくると居心地いいな、こん中。中どうですか。中居心地すごくいいです。そのまま過ごしてってもいいんですよ。お昼寝したいです。あったかい。 いいなあ。緊張してますか。全くしないです。あでしょうね。もうじゃあさらっといきますよ。怖くないの。怖くない。怖くないよ。はい、りょうさん行きましょう。はい、3、2、1。よいしょ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 。足が入る。なんか大変よ。あー無理だ。こっち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 。あ、すごいすごいすごい。あのままいったらやばい。すごいぞ。いいよ。いいいいいい。無理無理無理。すごい。こっちこっちこっち。あ、いいんじゃないいいんじゃない。いける。あ、頑張れ。すごい。あー、すごいさ。いいな。あっちか。ちょっと無理や。ああ、コントロールできんて。結局倒してないっすよね。倒したんすか。一個倒したんだ俺。あ、これも倒したんだ。あ、そうなんだ。スカーンっていきたかったな。ずれちゃうんだろうね。よさん、見事でございます。お疲れです。これとこれは俺が倒したの。そうだよ。そうなんだ。そうですよ。そう、一番最後ね、やっぱこの辺で急激にこっちに曲がるね。そうだよね、うん、俺もうめちゃくちゃ右に右に意識してあっちの奥の方に、うんうん、それでもこっちに行っちゃうから。いやでもこれでやっぱりリードしましたからね。もうギリリードはできましたね、うん、だいぶなんかあの気が楽になりましたね。いや素晴らしい、お疲れ様でした。さすがパーフェクトヒューマン、リョウ。造具を巧みに操り3点ゲット。1回戦の結果は文系チーム0点、理系チーム3点となり、理系チームがリード。文系チームはとしみつの失態を取り返せるのか。今回はなんとですね、障害物が設置されています。はい、先ほどとコースは一緒なんですけど、障害物を避けてちゃんとピンに行かなきゃいけないっていうね。避けれるのかね。一応今後ろにあるんで見てみます。はい、はいはい、あんな感じだね。いやさ、ダンボール？あ、結構後半にまとめてあるんだね。そうだ、あれがどういう効果になるのかがあんまりわからない。あんまり、あれ乗り上げていけちゃうんじゃないの？もう無視して。ちょっと見てみますか。何がある？教えて。あのこたつみたいなの。あのこたつみたいなやつはね、
こたつだね。あれこたつなんだ。多分こたつです、ね。間違いなくこたつだ。じゃあのマットレス。あ、その左にあれマットレスじゃなくてね、あのヘルスのマットレスね。あれ、待って。その左になんかあの野生のカメか。あれ野生。カメかあれ。カメ見えんなと思ったんだけど。新種だねあれね。うん、待って。俺の虹ガメ。野生の虹ガメね。何でいんのここに。寂しい。しばらくにいたんじゃないの。どういうこと？あいつには絶対当たれないな俺は。いやちょっと待って。ちょっと待って。あれ俺の女だな。え？あの右端の青いやつ俺の女だな。スタッフさんじゃないのあれ。あれスタッフさんじゃないね。あれ。俺の女？親伊豆バジラモジラだ。てつやのダッチワイフ、対戦のダッチワイフの。ダッチワイフってのはラブドールだわ。あんなところでブルーシートに車って置いとかれてんだけど、ね、覚えてるじゃん。ちょっとゲレンデマジックが過ぎるな、これは。ちょっと助けてあげないとね、あれは。これ行かないと。でもごめん、てつや間違えて踏んじゃったら。いや、障害物だからあんな足こんにゃるとか当たっちゃダメだろ、絶対。ええいやいやいや、どこ見たらいいの。あのピンの横にある白いさ見にくいやつ。うん、ちょっと見にくいんだけど、日産がくれたパリコレのやつだね。え、マジで気づかなかったわ。お前の枠それ。だから俺ら俺と芝生まあまあなもん置いてあるのに、お前大切にしてそうなやつよね。ねえ、おい大切にしろよ。この子持ってくんなよって言ってくれよ。あれどうでもいいや絶対。メンバーの大切な私物3点を含む合計6点の障害物が置かれた第2ゲーム目。道具に当たれば自分も私物も破壊してしまうかも。果たして障害物を避けてピンを倒せるか。じゃあ、まあ、一応僕のねバジラはすごい右端にいるんで、あれに当てないようにちょっと僕行ってきたいと思います。まあそうだね、まあ、3-0なんで余裕ですよ。5点は取りましょう。もうストライク目指しますよ普通に、はい、あ、なるほど。愛する人を救えるのか。これが操作できなそうだな、本当に。歯黄色すぎて何でかからん。マジでお前歯医者行った方がいいぞ。歯は見せない。歯はいける。歯見せない。歯の心配いいんだよ。ゴーグルで絶対に歯だけは見せない。見せない。これいいですか。コメント欄で歯黄色い書かれるから動画変えられちゃうから。本当なのよ。こうしてくれるわ。あ、助かる助かる助かるじゃない。ホワイトバランスの歯に合わせよう。そうだ、レッツアーの歯でホワイトバランス合わせればそこが真っ白白になる。それでいこう。世界が青がめるぞ。もう行きますか。はい、行きます。 OK です。頑張れ頑張れ。怪我だけはしないように。 3-2-1 ゴールゴーゴー。でもなんかもう修正されちゃう。大丈夫。大丈夫。止まってたぞ。そんなあんま地味ない、いらない、そんな絵を作りに来てないのよ、ここまで。終始全速力で行かなきゃダメよ。終始全速力だったのよ。コロンの瞬間にこいつが下に来て、うん、スカーってカーリングしちゃった。なんかお前、こうやって行こうとしただろ、最後。で、行けないから余計地味になっちゃって。どうする。一回考えようとする。転がってっちゃった。転がってっちゃった。自分のバジュラモジュラを避けようと意識しすぎたのか、足がゾウブの入り口にはまってしまいストップ。なんとか自力で転がり続け、ミニピン2本と巨大ピン2本、
合計6点をゲットした。しかしでもなんか柴優さんから一言あるみたいですよ。なんすか。あの見てて、はい、嫌な気持ちになりました。嫌な気持ちというのはなんかドタン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 気持ちよくないなっていう。言いたいことは分かるよ。それはもう説教済みです。よかったです。いやマジでむずいから気をつけて。そうだね、多分僕が行くことになりそうなんですけど、なんかちょっと僕もなんかああなっちゃいそうで怖いわ。まあでもちょっと点数を取らなきゃいけなくなってしまったので、バジラモジラをなんかぺちゃんこにする作戦は一回なしにして全然関係ないやつ。まあやっぱ虹画面を目指していくの感じなのかな、うん、右側からそうだ、ね、クロスで、ね、めっちゃ右に行こう一回、右行って虹画面を目指すみたいな、はいはい、なんならもう障害物じゃなくて目標ですよ、うん、ありがたい。壊さないでね。行ってきます。頑張れ。そう、ここ体重軽いからな、止まっちゃわないか心配。すごい体重で不利な分、虫眼鏡は頭を使う。 あ、そっちか。こんな右からスタート位置は右ですよ。ここで完全に真ん中行きます。いや、これいけるかな。いや、いいね、これはライン読めてるよ、これ。虫眼鏡の作戦はコースの右端からスタートして虹ガメを目標に進むことでストライクを狙うこと。果たして。いくよ。はい、流れ見逃せろ。勢いだ。おあー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 どうだ。いいよいいよ。でも方向はいい。あぶねえ。あ、こっからじゃん、こっからじゃん。ちゃんと横回転してるぞ。ちょっと待って、大丈夫これ。まずい顔さ、これまずい。これあぶない。あー、やばいやばい。あぶな。お、あ、行ってる。え、真ん中行ってる。真ん中行った。え、おー、ナイス。おー、ナイス。すごい。やばい、気持ち悪い。気持ち悪い。助けてくれ。気持ち悪い。素晴らしいよ。素晴らしい。すごい。素晴らしかった。いや、完璧。当たったよね。あ、真ん中行ったよ。いや、真ん中よ。いや、待って、気持ち悪い。すげえ回った。スピードも結構出てたし、本当、軌道も完璧だったし、これ何本なんだろう。1,2,3,4,5,6 でしょ。13点。13点。おー、素晴らしい。すごい。これはアザスですね。いや、一番良かった今までで。これで罰ゲームはもうほぼ決まりましたね。そうだね。また勝てるな。勝てちゃうな。虫眼鏡の作戦が成功し、13点をゲット。2回戦を終え、文系チーム合計6点、理系チーム16点、現在理系チームが10点リード。さあ、ついたな。もう派手に倒すしかないよ、これは。まあそうだね。次の夢丸さんで10本倒してくれないとね、こっちやらなくてよくなっちゃうんで。いやでもほんとね、あの、寝違えて首がずっと痛いのよ。これ今からこれやんのに。そう、ずっとそれが不安なんですけどもね。まあラスト、うん、ストライク取りますよ。お、10本宣言。はい、まあ、体重がね、あるから、うん、もうそのすごい、まあね、勢いすごいからね。だからポンド数高い方がね、倒れますから。親戚の親父みたいな顔する。なんでずっとさ、動画撮ってんの。楽しい動画撮ってんの。経験にしようよってんの。葬式で久しぶり見た親戚のおっちゃんの顔してんだよ、ね。なんとですよ、後ろ見るとね、ピンがないんですよ。あれ、ね、何もなくなっちゃったなんて。ちっちゃくなっちゃったって思うんですけど、はい、奥の方にね、頭だけ出てるんですよ。あるね。めっちゃ遠いよね。そう、すごい距離が遠くなって、さっきまで普通に柵かなって思ってたあの柵は、今回障害物としての柵になりました。お、普通に行ったら絶対ぶつかっちゃうんで、あそこにサポートメンバー2人が先に行って、はい、こうなってる柵をうまくサポートメンバーがこう通してあげると。はい、はい、いよいよ本格的なチームプレーって感じですね。はい、最後の3ゲーム目はピンを移動して先ほどから100メートル距離を延長した超ロングコース。しかも中間地点にはジグザグに張られた柵を設置。上部に乗るメンバー以外の2名は柵の前で待機し、球が転がってきたら手で押してピンを狙う。
3名の息の合ったチームワークが必要となるラストゲーム。果たして結果は？ここにも真ん中？まずは撮影前日に首を寝違えた文系チーム夢丸。一回脊髄をカッてやられた。やられたかもしれない、昨日の夜。泣いて。いやもう痛いとかいらないのよ実際。夢丸がどこまで頑張れるからね。ここまでね、たどり着くかは分かんないっていう。あいつあの辺で心折れるんじゃねえかなと思ってるからね、ワンちゃん。すぐ行きましょう。うわー痛い。痛みに耐えて目指せストライク。耐荷重大丈夫？はい。わし最初押したのか。あ、押してくれるんすか。来るぞ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 。じゃあ夢丸行くよ。はい。3、2、1、ゴー。あ、来た来た始まった来た走れ走れ走れ速くない速くない走ってるぞ走れ走れはい横横に止まっちゃダメ回れ回れ回れ回ってこい回れ今ここに真っ直ぐ来てる真っ直ぐ来てる転がれよいいぞ来た来た途中パスするよパスするよどこどこみんな速くないてっちゃん危ないうわマイクが戻れよ戻れ頑張って戻せ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 お前歩けよ大縄転がしじゃないんだからあっ危ないお前歩けよ歩け食べないんだよ歩けよ歩けって何で何でもう何で待って出てる出てるじゃダメ出てる出てる出たよ出たよ今立とうとしたら押すから出ちゃうじゃん早く乗って乗って失格になる早く早く早く飛び乗れ飛び乗れビキ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 頑張ってあと頭やばい頼むぞおいいんじゃないいいぞいいぞいやいい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 よ回ってこい転がれ転がれうわどこが痛いのいい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 よ完璧な角度すごーいやったーすごい完璧だいったねめっちゃ疲れた重すぎるいや死ぬ死ぬ死ぬめちゃくちゃ疲れるやんいや結構いいんじゃないですかあだいぶ倒してるやばいしんどいやほんと途中ね歩けってなって歩こうとしてんのよもう無理立つ前に押すから無理でも首治ったんじゃないいやもうめちゃくちゃ治ってるわなんでだよコキンコキンコキンってって治ったのよ仲間の徹夜をぶっ飛ばしもちろんピンもぶっ飛ばせ暴れまくった夢丸本日最高スコアの17点をゲット文系チームが再び逆転したということでラストダウンが始まりますけども、はい、現在なんと7点差ということでデカピン4本倒されたら負けてしまいますなるほど気はねえけど最後あれ制御不可能ですよ実際だよね多分もうね勢いでしたねそうなんだよ0点もありえるから怖いよ ね, そうね最初にねやっぱ俺ら0点もありましたから、うん、全然まだどっちが勝つか分かりません、はい、白熱する巨大ボーリングバトル全てに決着をつけるのはこの男もう勢いよくバチンともうストライク狙いますよもうビビリは捨てて全力で転がりに行きますんで任しといてくださいあちなみにボーリングめっちゃ下手です僕もうビビリなんて呼ばせない行きますよーやー1点どうするどうするんだやばい今腰だった始まる
始まるよ、もう始まる始まる、いきます、スタート。今大事だよ、大事だよ、やばい、あいついきなりカメラ壊すっちゃう。ああカメラ、あー壊れる、あー壊れる、こんな事故や今の。あいつ下手すぎない？下手すぎ、下手すぎ、下手すぎるぞ。チル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 、ライトが鼻が変わる、鼻が変わる、鼻が変わる、ジョナカなんで、いやちょっとビビったじゃん、ジョナカなんで、さあビビった、転がせポイサエンサポイサエンサポイサ、転がれ転がれ、ナイス、転がれ転がれ、あー死ぬ、転がれ死ぬ、あー転がれ、あー転がれ、行ってこい、行け、頑張れ、しばやー、おーいいぞ、いい、このまま行くよ、転がれ、あー転がれ、うわぁ、疲れるねこれ、疲れた、大丈夫か、しまいだよ、お疲れ、お疲れ、あ出てきて、出ておいで、あの序盤にね、とんでもね緑色の家庭柵にね、バーンって激突したのよ。あー、あ、また、なんか生まれた。ビビりながらも男気を見せた芝生。果たして得点は？これ何点ですか？12かな？12点かな？はい。12点。合計28点。あれ？で、俺らが16からの23点。はい。理系チームの勝ち。いや、虫さんが強かったね、こっちは。いやー、0点だったね。0点が痛かったな、最初に。なんで、ね、なんで0点だったのね、逆に。わかんないんだよね、今思い返しても。なんで0点だったのか。敗れた理系チームには、こちらの罰ゲーム。ちくわ型巨大ゾウブ。その中は文系チーム3人全員一度に乗れる広さ、その分重くなるので球体のゾウブよりスピードも出ます。それでは罰ゲームスタート。あ、中広いんだ、そういうことね、よいしょっと、あ、これで行くの怖っ。俺ちょっと怖いな。ぐちゃぐちゃになった時にどうなるか想像がつかない。球体の方が安心します。噂によると一人乗りは早いんですよ。うん、って言ってたね。梅丸が重りになってズザーってなりそうになる。めっちゃ怖いな。いきますよ。はい。うわあ。わあ、走れ走れ。いけ、走れ、転ぶな転ぶな。走れ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 。走れ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 速すぎ、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 くるくるくる、あー、速すぎ、速すぎ、待って、ピンゴ、ピンに逃げて、すごい、すごいな、てんちゃん大丈夫か、いや、哲也の延髄に俺のかかとが回し蹴りがこれ飛んできた。これなんかわかんないの、立てないのよ、全身疲労、事故った瞬間だねこれ。 うわ、生きてるわ、事故直後の安心、あ、
生きててよかったっていう安心ね。安心と混乱と疲労ですよ。節々が痛い。一瞬柴犬さ来そうになってなかった。こう行こうとしたけどあ死ぬわってってでちょっと片腕だけ触れてみたけどもう飛んでって早すぎたね。あまりにも早かったね。いや楽しかったです、うん、楽しかったね。普通にゾーン初めてでね、うん、ボーリングと組み合わせて雪山ってなかなか飛び級で楽しませてもらったよ、ね、いやよかった。ゾーン持ってリフト乗りたいもんね今ね。あれでまたさらにねいろんな楽しいことできそう。専用にした方がいいと思うよここのスキー場。ゾーン専用ね。ゾーンにした方がいい。一回一個買っててじゃんちょうこでかっ。え一部屋ゾーブにしてさ。じゃあゾーブ貸しです。じゃあ壁紙ゾーブにするわ。あいい、ね、床材もゾーブ。またゾーブを使ってなんか遊びましょう。はい、うん、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。